はい、やってまいりました。メリットデメリットリリースイベント6泊目でございます。はい、in 仙台で初めてのリリースイベントです。はい、仙台の皆さんと一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。恋は突破すぎだらけさだ、ラストがリリースイベントという形でね、はい、たくさんの方と一緒に仙台楽しめました。また来れるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は仙台でのリリースイベント6泊目お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。次回のリリーベは東京に戻って定期ライブ見て、23日ですね、木曜日祝日に松屋ロータスさんにて7泊目を行います。リリースイベント7泊目、ぜひこちらも遊びに来てください。お待ちしております。待ってます。